マクドナルドの裏技。忍者俳優の赤西仁が、待望のマクドナルドの CM に登場し、なんと平野の行業に変身。驚きの共演が実現しました。忍者俳優の赤西仁が、待望のマクドナルドの CM に登場し、なんと平野の行業に変身。この意外な変身に、ファンの間で大きな話題となっています。二人の華やかな共演が、視聴者を魅了すること間違いなし。この動画では、 二人が織りなすユニークで笑えるシーンが満載です。ぜひご覧ください。新しいマクドナルドの CM には、元カトゥーンのメンバーであり、俳優としても活躍する赤西仁さんが登場します。しかも、なんと驚きの共演相手は、注目の若手俳優である平野史洋さんです。この異色の組み合わせは、ファンの間で大いに盛り上がっています。CM では、坂井雅人さんとも共演する赤西仁さんが、 表情だけで感情を表現するシーンが印象的です。特に、海辺を歩く姿は、彼のかっこよさを余すところなく伝えています。ファンからは、その存在感に対して多くの賞賛の声が上がっています。しかし、この CM に関しては、一部のファンからは残念がる声も聞かれます。なぜなら、一足先に公開された CM 動画において、赤西仁さんの出演が予告されていたものの、 実際には、平野紫耀さんが登場すると期待していたファンが多かったためです。彼らは、赤西仁さんではなく、平野紫耀さんの登場を期待していたのです。このような期待とは裏腹に、実際には赤西仁さんが登場したことで、一部のファンはがっかりしています。ただし、これは一時的なものであり、今後も新しい CM において、平野紫耀さんが起用される可能性が残されています。 マクドナルドが赤西陣さんを CM に起用したことで、今後も、やめ、じゃに、タレントを積極的に起用していくのかについての興味深い憶測が広がっています。果たして、彼らの共演はこれからも続くのでしょうかファンの期待が高まるとともに、今後の展開に注目が集まっています。驚きの共演が実現しました。忍者俳優の赤西陣が、待望のマクドナルドの CM に登場し、なんと平野市業に変身。 この意外な変身にファンの間で大きな話題となっています。二人の華やかな共演が視聴者を魅了すること間違いなし。この動画では二人が織りなすユニークで笑えるシーンが満載です。ぜひご覧ください。このような CM の裏話や登場人物の反応を知ることで制作側の意図や視聴者の期待がより明確になります。赤西仁さんの登場によって一部のファンががっかりする一方で、 新たな興味と期待が生まれたことも確かです。また、これは単なる CM の話題にとどまらず、広告業界におけるタレント起用のトレンドや戦略にも触れることができます。例えば、注目の若手俳優と実力派の俳優を組み合わせることで、幅広い視聴者層にアピールする効果が期待されます。さらに、ヒントを使った予告やファンの反応を取り入れることで、CM の話題性を高める戦術も見逃せません。 驚きの共演が実現しました。忍者俳優の赤西陣が、待望のマクドナルドの CM に登場し、なんと平野市業に変身。この意外な変身に、ファンの間で大きな話題となっています。二人の華やかな共演が、視聴者を魅了すること間違いなし、この動画では、二人が織りなすユニークで笑えるシーンが満載です。ぜひご覧ください。赤西陣も出演については、 予告された時点でファンの間で驚きと期待が高まっていました。彼のかっこよさや表現力は多くの人々にとって魅力的な要素であり、それが CM の成功につながることは間違いありません。特に彼がセリフなしで表情だけで感情を表現するシーンは多くの視聴者に強い印象を与えました。一方、平野の仕様についても彼のファンは彼の出演を期待していました。彼の人気は非常に高く、 若い世代を中心に多くの支持を集めています。そのため、彼の登場が予告された時点で、多くの人々が楽しみにしていました。しかし、実際の CM では、赤に詩人の姿が登場し、一部のファンががっかりする結果となりました。予告には、平野紫陽が登場するという情報があったため、それを期待していた人々からは、落胆の声が上がりました。このようなファンの反応を考えると、 今後の CM でヒラ紫シが登場する可能性についても関心が高まっています。マクドナルドが、やめ、ジャニー、タレントを積極的に起用する方針を示していることから、彼の登場が期待されることは間違いありません。この CM の成功により、赤西仁とヒラ紫シのファンの間で、さらに興味と注目が高まっています。二人の共演が視聴者に与える印象や、今後の展開について、 多くの人々が楽しみにしていることでしょう。驚きの共演が実現しました。忍者俳優の赤西陣が、待望のマクドナルドの CM に登場し、なんと平野市業に変身。この意外な変身に、ファンの間で大きな話題となっています。二人の華やかな共演が、視聴者を魅了すること間違いなし。この動画では、二人が織りなすユニークで笑えるシーンが満載です。ぜひご覧ください。 マクドナルドの新 CM に赤西人と平野史洋の驚きの共演が実現しました。待望のこのコラボにファンの間で大きな話題となっています。以前から注目を集める俳優の赤西人がなんと平野史洋に変身して登場するという意外性に多くの人々が驚きを隠せません。この二人の共演によって新たな視聴体験が生まれることは間違いありません。CM では 赤西人がマクドナルドの新商品を堺井雅人と共に紹介します。堺井雅人からの質問に答えながら、赤西人はセリフを発することなく、表情だけで感情を伝えます。そのカリスマ性と存在感に、視聴者からは賞賛の声が上がっています。このような演技力や表現力は、彼のファンだけでなく、幅広い視聴者にも訴えることでしょう。 しかし、この CM には一押しの俳優が出演するという予告があったため、一部のファンが混乱しました。以前、平野紫洋や岸優太、神宮寺優太といったアイドルグループナンバー、愛のメンバーがマクドナルドの CM に出演するのではないかと期待されていたからです。実際、マクドナルドの公式アカウントが謎のツイートを行ったことも、この混乱を助長しました。しかし、それが赤に詩人であったことで、 一部のファンは落胆しましたが、その一方で、新たな展開にも期待が寄せられています。この共演によって、マクドナルドの CM がますます注目を集めています。今後、他の有名な俳優やアイドルがどのように登場するのか、ますます楽しみです。待望のマクドナルドの新 CM が、驚きの共演で話題を呼んでいます。元カトゥーンのメンバーである赤西陣が、坂井雅人との共演で注目を集める中、 その CM 動画に登場するという平野市業に変身してファンを驚かせました。この予期せぬ変身によって視聴者たちの間で大きな盛り上がりが生まれています。CM 動画では赤に詩人が海辺を歩くシーンが印象的に描かれています。彼がセリフを述べることなく表情だけで感情を表現する演技には多くの賞賛が集まりました。SNS では何をしてもかっこいい、横顔が素敵すぎる、などの声が相次ぎました。 このようなポジティブな反応が彼の存在感の大きさを証明しています。マクドナルドは CM の発表前に公式 X アカウントで謎めいたヒントを投稿しファンたちの関心を引きました。この投稿により平野史洋や岸優太、神宮寺優太といったナンバー、愛のメンバーのファンたちが動揺しました。以前メディアがナンバー、愛のメンバーに関する情報を報じ超大手ラストフード会社の CM に内定しており 春に放映される予定とのコメントを紹介していました。さらに、マクドナルドは公式、X で商品のシルエット写真とともに、新、という謎メータ投稿を行い、ファンの関心をさらに高めました。これらの情報が出回る中で、ファンたちはマクドナルドのヒントがナンバー、アイメンバーに関連していると推測しましたが、結果的には赤に詩人の出演が明らかになり、一部のファンが失望の声を上げました。しかしながら、 赤西陣も出演に続いてナンバー、愛のメンバーが起用される可能性は依然として残されています。今後、マクドナルドが、やめ、ジャニー、タレントを積極的に起用していくかどうかについて、注目が集まっています。この予期せぬ展開が、ファンたちに新たな興奮をもたらすことは間違いありません。ますます目が離せない展開が待ち遠しいですね。